さあ、今回もファウンデーション続きやっていきましょう。さあ、渓谷マップ2回目ですね。さあ、今回ね、進めていくのは村人たちのステータスを平民にする。と、まあ、このね、ツールを得るために交易ルートアンロックする。ですね。アンロックを先にすればいいのかな？まあ、交易後だね。アンロックのために使う資源があるんで、それをね、作っていく段階だね。1人入ったんで、あと10だね。なんか増えた？人が増えたか。4人分の住宅スペースが足りないと。ねえ、どこに住めばいいんでしょうか。切る区画に問題があるかな。ここ絶対住めるよね。で、まあちょっと出すと、こうなんで。ここに住んでほしいんだよね。ちょっと消すか、こっち。ここも消そう。そう、最優先で、ここへ切ってもらって、まあ広げるかな。一旦これで作らせるか。でも、こんだけあれば作りそうだよね。まあちょっと、大きくいっとこうかな。あ、作ったね。すごいとこ作るね。この中間なんか置くか。で、次は農民ね。領収小屋が欲しいんでね。魚欲しいんでね。ここら辺にいると思うんですけど、あ、ちょっとでもね、立地がすごいかな。まずやっぱエリアの拡張したいね。そこでお金がいるんで、交易がどうしても必要になるわけだね。さあ、マーケット売ってますね。ベリーですよ、と。ほぼ買いに来てないのかな？お、家作った？今、お金どうなってんの？収入が村人の消費で、このマーケットだね。から80。先週なら120で維持費が75なんで、結構使うな。え、この35これだよね。使うね。あ、そんな使うんだ。まあじゃあトレードとかで稼ごうか。よし、ちょっと進めていきましょう。人がね、多分余ってると思うので、2人余ってますね。1人は伐採させて、もう1人はね、次ここね、作業所一覧。今、食料取る場所だけ最高人数だね。食料品店も1人が最高なんで最高として、雑貨店はないから入れてなくて、製材所1の石切りが2。木こり運び屋増やせるんで、まあ、木こりかな。よし。あ、まだいるね。じゃあ、石も取ろうか。ってなるとね、まあ、ここも増やしたいですね。まあ、維持費がかかるんで、そこまで、一気に増やしはしないですけど。あ、大工が、あれか、そこ一人か。次来た人、大工にしましょう。じゃあ、こういうクルートを作りますかね。あ、次来たね。早いね。よし。で、資源取引で、指定した数値になるまで購入か、指定した数値以上は全て売却。で、トレードできない。何個買えばいい？まず、最初の交易ルートをセットアップする。倉庫を建てる。倉庫にツールを割り当てる。取引パネルから購入を許可するだね。許可ってね、多分これで、まあ、一回10とかで指定して、で倉庫だね。だと思います。確かね。あ、まだ来てないかな。次来てほしいね。まあ、倉庫作りますか。まあ、そうしてる間に増えると思いますね。で、この赤い範囲がね、多分、その居住区に適さないゾーンだと思うんで、外していこう。どんどんね。
ここ絶対建てれるよな。まあなんか作ってもいいか。なんか飾りあるかな。装飾品、あーそうか、茂みとフェンスくらいか。ミチルビね、平民がいるんでね、まだないんで、例えばまあ教会を作るとかか。まあ茂み作ろう。家できたらそこに置いてあげよう。これどんどん置いてね。すごいいいね。いい光になりましたね。ここはやっぱ変わんないか。まあ装飾品ですね。で許可はしたんで、この設定は合ってますね。交易でここね、何個になるまで買いますよ。で10数値以上は売却。あー売る指定がまだないから食料とかね、こうやってさ打てないからあれか、買って押してそれより上は売却とかする感じかなですね。倉庫待ちはね、無職います。建築士3人の大工2人かな。木がでもあそんなないね。ちょっとじゃあやめとこうか。ってなるとあと何があるかな。石くらいか。大工はいらないというか多分入れても意味ないんで、倉庫用に取っとこうか。そうしましょう。一応ねちょっと指定する範囲も削って、もうなくなっちゃうんでここに家置くかな。もう家あるからね、ちょっとこっちから切りましょう。この辺はちょっとやって、あ倉庫できたね。スロットでツール入れて承諾拒否だけでいいんだよね。うん、これで終わりだね。では維持費5か、高いな。これで、ルートセットアップ終了だね。平民にするか分かんないな。なんかあれか、幸福度的なことかな。サービス、宿、強化する基準ね。やっぱこのサービスじゃない、教会があれば平民になりそうじゃない、この状況においてはね。教会か、作ってみるか。そんな大したものできないと思うけどね。ここでツール使うんですよね。お、何？外食？漁師様、私たちは誰かを助けるか選ばなければなりません。王を助ける、聖職者を助ける、領民を助ける。領民を助けよう。あ、選べるんだ。60日間で、このマークだね、王国に魚を20届けます。あ無理ですね、ないですからね。あ全部無理じゃない、すべてなすがままよ。いやないもんね、しょうがないよね。まあこういう任務があるんでこなせるようであればやることが大事だね。まあこなせないんでね、ちょっと今後に作っておきましょう。石も増やそうかな。あ木は次ちょっと植林ですかね。もう作ろうかな、ここ。こっち開きか、こっち開きだね。まだ狭いな。よし、教会置きます。多分これが平民との鍵だと思うんで、カスタマイズ性があるね。初めてのマーケットの次の建物か、教会ね。あここでいいんじゃないかな。で逆にこっちの方が赤いんで、よくするって意味を込めてここに作ろうかな。向きがねここかな、高くしてちょっと高いくらいでいいかな。
こんくらいかな、ちょっと高いくらい。うん。で、扉。A、B、C ね。あー、C、A かな。ちょうどいいことだね。で、塔。塔は B が丸型かな。あ、違うね。窓がないのか。窓がないというか、この石の素材が違うんだね。こっちの方がいいかな。いや、まあ一つでいいか。二つつけようかなと思ったけど、教会って言ったらこうじゃないな。こうだな。もうちょっと高くする。あ、こっち低くしようか。高すぎるか。一段ずつ下げよう。で、いや、これ中に入れようかな。よし、これ置きましょう。あとはこれだけの資源がね、必要なんで、それこそ大変ですけどね。こうやって豪華さが 7.35 の建物ですね。このポイントが確か入ったはず。よし、どんくらい人が増えたんだろうね。結構時間かかったんでね。もう絶対ここ使った方がいいって。もう一回消すよ、ここ。消しておいてみるか。住む気にはならないようだね。この教会まで多分住めると思うんですけど、ちょっとお金を貯めてここやっちゃおうか。なんか攻撃ないかな。20で多分買ってるんだよね。綺麗な石は多分あるかな。普通のが綺麗な石かな。ベリーが2のため、綺麗な石くらいがいいのかな。今回この前10のためですね。いくら使ってるか見ようか。予算、攻撃、あ、でもまだ使ってないから支出がないね。分かりづらいか。ちょっと進めましょう。最高数をね、少なめに設定してあるので、そんなに買わないんだよね。10までしかやってないから、15とかにしとこうか。これも買ったかな、予算。これで60使ってますね。多分3個だと思うんで、これで、うん、使ってるね。なんか売ろっかな。買うだけだとね、厳しいので。これどうしよう。今177あるんですよね。150以上は、売却かな？これはキープしますよってことでしょ？で、一回ちょっとお金貯めてね、進出してちょっと居住区作ろうかな。ここだってさ、つなげちゃったらいよいよでしょ。いう道とかなくなっちゃうと思うんですよね。こうやってやればまあ済みますよ。まあでも仕方ないか。ないよりかはいいんじゃないかな。で、多分この場合はこっちか。入れよう。あ、ないか。これで多分使ってくれるんだね。ここに食料のやつあるけど。承諾でいいよね。これ取引って一応ね、その人が来て売るって感じなんで、売り買いするんで。あ、これだ、これ。あ、これか。あ、これだね、多分。購入規模、売却規模。
板切れないし、ワイン。石だけだもんね。あ、待って待って、今500いってます。よし、買いましょう。そうだね、どこにでも広げれるよね。水が欲しいからね、とりあえずここ行くか。あ、でも一回こう経由しようかな。ちょっと待ってね、魚が、あ、すぐ行けるね。じゃあここ広げます。さっきねミッションであったように必要になると思うんでね。ここで一回消しちゃうか。お金めっちゃあるんだけど、もう一個いけるじゃん。加算が25か。一回あいつ去ってからにする。入ってって工具が多分あぶられたね。でお金めっちゃなくなったんで、よし OK です。また貯めて買いましょう。でこれも減ってましたね。支出がマイナス、先週で60、今週200か。何個買った今。結構買ったと思うんで抑えてはいいのかな。まあでもね、これでだいぶ範囲広がるんで、まずは下にね。下に作ろうか。漁師を作ろう。漁師、漁師だね。漁師の館も欲しいけどね。これで漁師を置いて、これ何、漁師小屋。こんなん置けた。あれすごいな、自由ですね。こっから船だっけな。ん、どっちだ。こっちか。まあ、いや無理なら変えよう。水にはしごをつける意味はないもんね。えらく近くないか。どうなんだろう。あと道をね置きたいね。でこの辺の木はもう切ってもらって、よし。多分暇な人多いでしょう。あ、結構いるね。漁師に割り当てるのと採取小屋に稼働と大工。あとはね、そうですね、一回漁師もいるんで、建築は今何人だ ?3 人か。3人ですね。大工も2人いて。倉庫かな?今後多分倉庫の方が使うと思うんで、入れるなら倉庫だね。一旦ちょっと建築士増やしときます。発展に伴って、必要性が上がるんでね。あ、教会できてきたね。いいっすね。でかかったかな。まあこれもちょっと小さくしたんだけどね。よし、完成したら置きますか。やってるね。この辺も邪魔よ。木なんていらないんだからね、とりあえず。最終車はそれもなんか見つからない。あ、1個1かな。普段の木を見ましょうか。作成しています。今家にいますね。あ、暇なんだ。どっかベリーあるかな。こっちはないよね。ここかくらいだね。あ、ここにもあるね。隠されてるね。お金は多分用意できると思うんですよね。予算はどうですか。めちゃくちゃ建築しない限りはね、そんなお金使わないはずなんだよね。
さあ人は増える。起きた教会。で、平民できたね。やっぱ教会か。だからつまり、ここのニーズを満たしていけば、多分平民になるんだね。ちょっと平民を探そう、唯一の。どうやって探せばいいの？ステータス？幸福度かな。平民ですね。平民、平、農民、あ、こいつが唯一の平民であると、多分言えると思います。教会のサービスを満たしてるからだね。なんかソーシャルマリー消えちゃったんだけど、他の見てないあんまり、アンロックとかいっぱいあったと思うんですけど、ちょっとね、砦増やしますか。壁は後でやるとして、で何があるかな。パン屋とか小麦ね。で教会はまだだね。影響も豪華さの方もあるんで、まあ、このポイントがたまればだね。道しるべきたね。こうかな。置けた？置けたのかな。木が2でしょ。3だからかな。お、王国からのメッセージですね。これ置きたいな。自身の領土内に前哨基地を建てることを許可する。さすれば忠義を示せに軍事活動に参加することもできるであろうと。妙なことだ、忘れられないぞと。砦を建てます。わかりました、建てましょう。これでね、これまたねカスタマイズあるんで、ちょっと次回にしましょうか。まずね、いろいろ増えたね。服とかですね、羊牧場仕立て小屋とかで、砦で作るとして、住宅スペースとかね、住む場所が必要だね。ここだな。ここが広いからいいんじゃない？平らだし使いやすいよね。砦はどうしよっかな。雰囲気的に、ここの先端とか良さそうじゃない？防衛の要ですからね。まあ、イメージにちょっと合わせて作ろうかな。あ、道できましたね。すごい道だな。ぐわってできたね。最短なんだろうね。まあ、とりあえず今回ここにします。